総海底1号型は海上自衛隊の総海底の艦級、発展型の総海底7号型を含めて焦燥として知られていた。1953年発足直後の警備隊は艦艇国産化の方針に基づき中型総海底としてあただ型総海底及びや白の整備を計画した。一方、1950年代当時のアメリカ海軍は行動域ごとに 管型の異なった総海艇を用いていた。このうち内水槽海艇と呼ばれるものは、港湾海域や沿岸部など、浅瀬面の掃海作業を任務としていた。これに反を取って、瀬戸内海など国船海域用小型総海艇として、翌29年度計画より着手されたのが、本型である。船体は、アメリカ海軍の40トン内水掃海底を参考に、木造船体、 平ら板、角型、原外廃棄などの形式を採用している。船底、船速フレームは、欅の短材外板は、杉の二層、ヤバネバリとされ、キールは、米末、茶ツ、チャインは、欅の積層材とされた。基本的に総会母体の支援下での活動を、前提としており、邸内には居住施設はなく陸上施設、または、母体で居住し、 給食も母艇に依存していた。またレーダーも持たず、コーナーキューブリフレクターをマストに装備して、母艇のレーダー完成下で、総会活動を行うことになっていた。総会具としては、片源、J 総用係か,かり総会具と不上式式総会具を搭載していた。ただし、音響機雷に対しては、必要に応じて、総会母艇から A マーク6ビット音響総会具を受け取って、 栄光することとされていた。本体は6席で一組、一席の母体で運用される。1957年4月10日、総会体1。その後、収益した同系体は、築地101総会隊に編入され、1959年3月31日、総会体6号の収益により、第101総会隊は、同系体6席編成となった。 1960年5月1日、第101総会隊は、長官直轄部隊の第1総会隊軍に編入。1969年3月15日、大部分の業務総会が終了したとして第1総会隊軍が自衛艦隊に編入となったが、未総会の戦海面が残っていたため、第101総会隊は、呉地方隊に編入され業務総会を続けた。 S、1号型の老朽化に伴い、昭和46年度計画で7号型が建造され、1号型を順次更新した。7号型は基本的には1号型を発展させたものであり、船体を延伸して居住区画が設置されたが、母艇の支援下で行動する運用形態は変わらない。また当初は1号型と同様にレーダーを搭載していなかったが、平成2年に、 小型の航海レーダーを後日装備した。1997年5月1日、総海艇11号、12号が助籍席となり、第101総海隊も廃止された。後継として、総海艦制艇と遠隔操縦式総海具の組み合わせが採用され、本型が古装の警譜の長尾を飾ることとなり、第101総海隊も1998年3月23日に再編された。 総改定7号、ありがとうございます。